皆さんこんにちは。今回の動画はこちらの動画の続編3年半の部分を重点的に見ていきます。あ、この動画を最後まで見ててもらった方は高評価よろしくお願いします。それでは本編最後までご覧ください。沢村が2年生で迎えた春隊を振り返ってみると、3回戦では英元高校、4回戦では豊田一高、準々決勝では春日一高、準決勝では一大三高、4校中3校がこの春隊から登場。しかも3校中3校が東東京の高校。そのため3年春隊でも準々決勝までは東東京多め、準決勝から西東京の高校。ちなみにこの時期の聖堂は選抜での活躍もあり、3回戦からスタートしていました。続いてこの時期の聖堂の選手はどんな成長をしているのが理想か、沢村が2年生で挑んでいた那須でベンチ入りしたメンバーを軸に投手なしに分けて考え、またこの時期にレギュラーやベンチ入りしそうな選手も考えていきます。沢村が2年生で挑んでいた那須隊では、沢村、フリア、金田、こちらの3名がベンチ入りしていました。この時期の沢村の理想形としては、自身の生命線でもあるまっすぐの球速アップ、できれば145キロ目前、また2年秋で新球種を複数習得していたら、この時期は既存球種の精度アップに力を注いだ方が良いと思います。この時期のフリアの理想形としては、現実界では近年高校生の期間で160キロを投げるピッチャーが誕生している。そのためフリアも3年夏で160キロを計測すると仮定した場合、この期間で160キロ目前まで球速アップが理想。変化球の方は2年秋でどんな球種を習得しているのか不明ですが、まっすぐと球速差のないカットやツーシーム、また横スレやカーブ、この4種の中から1種ぐらいを習得していれば理想的。この時期の金田の理想形としては、既存球種の精度アップ、また川上のようにリリーフとして活躍、もしリリーフとして活躍していなかった場合は3年夏でベンチ入りできなかった川島のような立場になっている可能性あり。沢村が2年生で挑んでいた夏隊では、春一登場、金丸、正志、結衣、奥村、こちらの6名がベンチ入りしていました。この時期の春一の理想形としては、2年冬の間に筋力アップに成功し、小さい体でも軽々ホームランを打てるバッターになっていること、しかも木製バットで。この時期の東條の理想形としては、2年秋終了までに1番3番とどっちの打順が合っているか適正判断。個人的に東條はランナーがいないケースでよくヒットを打っている傾向があるため、チャンスメーカー、また足も速いため1番バッターが適任かなと思います。この時期の金丸の理想形としては、5番サードの座を確立していること。金丸といえばまっすぐキラー、まっすぐ以外にも変化球を器用に対応できるようになっていたらマスコ越えも十分あり得る。この時期の正志の理想形としては、4番バッターの座を確立していること、またファーストにも再挑戦し対応できていること。正志は兄である哲也よりも半年早く公式戦デビューをしているため、成長度合いも半年早い。1年春隊では1ホーマー、1年夏隊では2ホーマー、1年秋隊でも複数本のホームラン見込みあり、もしかしたら2年春の時点で役者ライチを超えるようなバッターになっているかも。この時期の結衣の理想形としては、正捕手というよりかは最低でもバッティングでチームに貢献していることかなと思います。結衣と同じく代々で活躍した春一は、1年秋の時セカンドのレギュラーをつかみ2番や3番を務めていた。最終的には東條の成長や前園の得点力を生かすために2年春対5まで基本3番バッターを務めていた。そのため結衣もこの時期は3番バッターを務めるかもしれません。ちなみに守備の方はレフトかライト、キャッチャーをするときは違う選手が空席のポジションを担当。この時期の奥村の理想形としては、正捕手の座を確立していること。バッティングに関しては三幸より物足りないですが、奥村はパワーというよりかはミートに長けているイメージがある。なので基本は下位打線、ワンチャン2番起用とかもあり。
3年春編までには新規からレギュラーやベンチ入りしていそうな選手。この次の高津の理想形としては、バッティングで2年春対後に1軍へ成り上がったという経験があるため、ショートとしての守備力向上、守備の方が上達すればレギュラー確定。この時期の岡の理想形としては、麻生のような立ち位置、最低でも関や三村のような立ち位置かなと思います。岡が2年秋の時点ではレフトとライトのレギュラー決まっていないため、少しでもアピールしてスタメン出場、麻生の立ち位置を狙ってほしい。この時期の瀬戸の理想形としては、内野手としてレギュラーになっていること。この瀬戸は守備がうまく足も速いですが、メインポジションはセカンド、つまり声の張る位置と被っている。瀬戸が1年秋の時点ではショートをメインにしているのは1公演の高津だけ。だがこの高津、倉持と比べると守備に難あり。倉持は守備がうまく足も速い、打順の方は1番バッター。倉持と瀬戸は被る部分が多々あるため、1年秋の時瀬戸がショートへコンバートしている可能性あり。鏡は以前2公演の麻生からシラスのような雰囲気を持っていると言われていた。シラスは2年春からベンチ入りし、同年の夏祭ではライトのレギュラーを獲得。またこの鏡は落合コーチからお墨付きをもらっている。来年生は落合コーチからお墨付きをもらった選手は活躍する傾向がある。そのためこの時期はライトでの出場機会を多くもらっている可能性あり。この時期の茎の理想形としては、ピッチャーとして自身の持ち味であるスライダーを極めたり、まっすぐの球速アップ、新球種開拓、1個上の金田の座を奪い、ベンチ入りに食い込むことかなと思います。またこの5名以外にも3年春編ということは新入生が入ってきます。最終巻の情報から2回戦まで突破していることが判明した選手権、2年秋大を優勝して神宮選抜出場、こういった全国大会で良い成績を残せば有望な新入生が制度入学してくる。沢村の2年春編で落合コーチは新入生から正志優、久村、鏡、瀬戸、こちらの5名をピックアップ。この時期の制度はピッチャー陣の方が良くなってきたので、全て野手、優位の代の制度のことも考えると有望なピッチャーが欲しい。そのため3年春編ではピッチャー多めに落合コーチがピックアップしてくるかも。以上、今回は3年春の部分を重点的に見ていきました。最後までご視聴ありがとうございました。この動画を見ていて思った方はチャンネル登録並びに高評価よろしくお願いします。 Twitter とインスタもやっておりますので、フォローの方お待ちしております。